never give up。 はい、どうも、もちえ説もご視聴誠にありがとうございます。ということでね、今日も運転中でございます。はい、今日も朝からね、あっちゃいっちゃこっちゃいっちゃして、空いた時間で動画作って、一日を過ごしているという、感じです。はい、木曜日がね、多分最も忙しい日の一つ、僕多分木曜日と日曜日がなんか忙しいイメージがまあありますね。はい、まあ、特に今日はまあ教室で忙しい日、曜日って感じかなというところでございます。今日は、ちょっとさっきね、いじりスタジオから、今、つこスタジオの方に向かっている移動中なんですけど、ちょっとね、いじりスタジオで時間が空いたので、動画を撮ってました。歌ってみた動画をね、撮ろうかと思ってて、今日はサザンオールスターズの新曲の、ジャンヌ・ダルクによろしくっていうね、オリンピックのテーマソングでもかかってためちゃくちゃかっこいい歌、あれをね、なんとなくちょっと時間空いたし撮るかと思って、まあ、撮ってたんです。うん、で、まあ、撮れたんですよ。それは良かったんですけど、なんかそのいじりスタジオっていっぱい楽器が置いてあるから、ドラムとかがギターとかベースとかあるから、せっかくなんでドラムバックにして撮ろうと思って、ドラムバックにして、ほんでもってエレキギターあったから、エレキギターでも抱えてね、それっぽく弾いてるふりして撮ろうと思ったんです。いつもウクレレでやってるじゃないですか。まあ、そのノリでね、ギターを担ごうと思ったら、なんとですね、ビビりました私。はい、めちゃめちゃね、重いの。うん、これちょっと久しぶりに触ったっていうか、その触りはするけど、なんか弾く真似とかまではもう最近何年もやってなかったから、まあ改めて担いだ瞬間に、えっ、こんなに重かったかギターと思って、ちょっとビビったんですよ。はい、だからその何だろう、いや、これ俺最後まで持てる自信あるかなっていうぐらい、まあ、エレキが重たく感じてしまいました。ほんでね、当て弾きとはいえやったんですけど、何回も失敗した。その何ちゅうんですかね、いや難しいね。いや俺ビビった。もうこの前なんて 1時間やってたわけじゃないですか。でも松尾先生はこれを1時間ずっと担いでたのかと思うと、いやこれ結構大変だなって、なんか今までやっぱりそのもちろんね、伴奏陣への感謝の気持ちってもちろんありますけども、改めてそのギターを担いだ時に、ギター弾くってこんなに大変なんだって、まあ、分かんもちろんもっと大変なことはいっぱいあるんですけど、まず担ぐことの難しさっていうか大変さを一瞬ですけど痛感しました。まあこれはベースだって一緒でしょうし、ね、他の楽器だって一緒なんでしょうけど、いや、ビビったな。一曲やるだけでも俺結構バテましたね。でも肩痛いなってなっちゃって、うん、そうなんですよ。まあ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 、なんとか取り終えたんですけども、うん、大変でした。これは私はエレッキは弾けない、だって重たいもん。これは確かに休みたくも、なんだろう、まあ僕も結構体力には自信があって、当然この前だって1時間歌ってケロッとしてましたけど、それはまあ何も抱えたり持ったりして、まあマイクぐらいですじゃないですか、大したこっちゃないわけですよね。いやー、楽器を長時間弾くってこれはとんでもないことだなっていうのを今さらかいってね、今ちょっとツッコミ入れてる方いらっしゃるかと思いますけど、いや思いましたね。はい、これを本当当たり前のようにね、弾いてもらえることへのちょっと感謝を
ほら、山本は忘れちゃいけないなと、今さっき思いました。はい。いや、すごいんだね。まあもちろんね、その歌うことも大変なんですよ。間違いない、大変です。まあそうなんですけど、このなんて言うんだろう。いや。今日そうだな30分ぐらいはちょっといや、まあまあもちろん外したりもしましたけど、とはいえね、弾いてなくてただ担いでポロポロ弾いてるだけでもこんだけきついってことはね、もう想像を絶する長時間の演奏って言って、おそらくうちのジューシーだったり直樹とかもね、あ、大変だなって、ちょっとなんか初めてというか、その重さに関しての感想というかは、まあ正直初めて思いました。はい。それは本当にすげえなと、思いましたね。なかなかやっぱその自分では分かり得ない発見だったので、やっぱ何でも。きっかけって本当にあるなって思って、今日は空き時間そのいじりでやってよかったなと、はい、思いました。なんかいつもありがとうねという気持ちにさせられた、そんな、動画でした。はい、次のライブは、日曜日ですね。天城のイオンの方で、やらせていただくことになってるんですけども、まあ、そちらはね、バンドではないんですけども、うちの生徒の、葵くんが、主役となって、ライブをすることに、まあ、なっております。ちょっとこちらの告知もね、ちょっとできれば今日中にしたいなと思っております。まずはちょっとね、今日は4時からのそのレッスン、もうそのまま多分もうなんて言うんでしょう、休むことなく10時までは仕事しないといけないと思いますので、それまでに動画、その言った動画を上げてね、ぜひ見ていただければなと思いますので、はい、僕のわざとらしいギタープレイを見ていただければと思います。はい、もう本当に演奏者の皆さん、伴奏者の皆さん、いつもありがとうございますという動画でございました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。